はい、プレイしていきたいと思います。ディープロック。いやー、ディープロックギャラクティックサバイバーやっていきましょう。というわけで、前回ついにマグマコアがハザード3クリアしてきたので、今日はこのおもむろの対処だかな。バーストガンを21まで上げる。で、バーストガンはなんじゃそりゃっていう話なので、バーストガンを探しに行こうっつったら、ガンナーかどっかだったよね、確かね。どこだっけ？スカウトではない。これだ、ガンナーですね。なんでガンナーでやっていこう。どっちがいいかな？こっちリボルバー、こっちミニガン。100発ずつごとに強力なプロジェクタイを8方位。移動方向に発射します。最も近い敵を狙う。10アーマー、50HP、武器の射程マイナス50。これいっか。武器の射程マイナス50%がちょっと怖いけど。バーストガンを目指すんだね。了解。バーストガンを目指していきましょう。レプチョーショー。火力足んねえな。よいしょ。火力が欲しい。よいしょ。連射速度も悪くない。で、花をあと3つ。だいぶ強くなったら連射上がって。でも火力がないから、火力がないからちょっと良くない。ダメージきましたと。車線開けとくか。もうサプライナー早くない？やばい。サプライ取りに行くか。こっち後で来よう。採掘しに。覚えていれば。花も集めなきゃね。お、いい。スムーズに行ける。イエス。移動速度バフ最高。立ち止まると移動速度バフがつくやつ。バーストガンですね、これです。よいしょ。バーストガンを上げれるの上げていくか。バーストガンじゃないけど、いけときます。25ダメージ。しゃあないですと。爆発させたいな、それ。いて、俺が食らっちゃった。で、そのトゲトゲ必要なんだっけ。上採掘してきてくんねえかな。ダメか。バーストガン。どっちがバーストガンだ。でもこれ発動させるか。ノックバックですね。ノックバックは強いよ。金もくれい。これね。よいしょ。経験値で。よいしょ。痛えな。お、磁石出た。バーストガン行きましょう。これバーストガン？これバーストガンじゃない。こっちがバーストガンだね。よし。ステータス効果あんまないので、ステータス効果取っとくか。よいしょ。まずい。負けたかも。大丈夫だ。耐えた。お花を集めてと。そこ通れるかわからんので、回収範囲確実に通れる位置を通ろう。こうしたらもしかしてこいつが壊してくれるのでは。ダメだった。
多少壊してくれたかな。よし、無理無理無理、採掘速度欲しい、採掘速度欲しい。やべえな、ボス倒しちゃっていいよな。金集めたいけども、そう言ってる場合ではない気がするので。うん、貫通系が欲しいな。どんどん強力になってくる。やばい、まずい、ボス倒さんのまずい。ダメージの方でいきます。クリティカル率も大事だけど、押し倒した。経験値取れたかな、今取れてないけど取れそうだな、ここから。よし、取れんかった、あれこっちだ。よし、取れ取れ取れ、もうちょい粘ってなかったな。さてと、ステータス効果がないんだよな。ちょっと掘削必要なんで掘削取っておきます。キネクティックプロジェクタイル両方乗ってんな。プロジェクタイルにしとこうか、これでいこう。とりあえず属性ダメージ持っても属性がついてないっていう話なんよな今。今後もつくかどうかわかんないっていう。穴は6個、これは集めよう。よいしょ、穴集めて、敵も倒して、金も集めて、よしよしよし、金も集めて、こっち花があるかもなんでこっち行って、サプライポットがブロックで花がある。さてどうする？一方向に炸裂弾の、これいいだろ、これやってみよう。なんだよ、ゲーキ圧サプライ行くか、サプライ行こう。炸裂弾撃ってる、ちゃんと炸裂してる、あんねえな。これもしかして俺クリアできた、こっちだ。よしよし、クリアできないかと思ってヒヤッとした。この赤い草のせいで一回台無しになったことあるかな。ホールド経験値でいくか、回収範囲。とりあえず俺が集めるべきはバーストかね。その青いのも欲しいんだっけ、緑だっけ、白いのが一番欲しいんだよな。これのダメージいきます。マガジン容量、リロード速度、連射速度でしょう。よいしょ、抜けれるか。よし、いやこれやっぱ属性で燃やすべきだったな。やべえもんこれ。
魔力部族。火力不足。こっちでいいんだっけ？多分この武器で合ってる。よいしょ。どうしよう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 。これ抜ける。右下の経験値欲しいな。よいしょ。でも無理だな。よいしょ。連射速度で属性ダメージが乗ってないよ今。しまった、取りに行けんかった。左下の経験値の山、さらに山になったわ。バーストじゃないんでダメージの方にしとくか。ああまずい、取れない。もうちょい。いけるか。ピンチ。この武器じゃないんだよな。ダメージ。よし、採掘なんかしてる場合ではない、さすがに。掘削速度上げとくか。よいしょ。あの経験値を回収できたのはでかいと。困ったね。どうしよう。いいんだ。空飛んでるから結局どこ行ってもついてきはするんだな。通れるか。通れるか。怪しいな。いいよ。取りたい。まずい。まずい。よいしょ。よいしょ。プロジェクタイルダメージで。まずいですね、これは。範囲火力がないがゆえに、敵を全然倒せてないです。よくない。よくないな、これは。よくない。よくない。やばい。やばい。オスを倒さなくちゃ。よし。ポットが下だと武器かっこよく。ちょ、大回りしていくしかねえよ、こんな。まずい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 。取れて取れて取れて、お願い取れて。13 12 11 10 9 8。あ、無理だこれ。乗れねえわ。こんなん乗れるわけねえや。乗れるわけないや、こんなん。無理だよ。はい、リベンジ。ガンナーでいいんだっけ。ガンナーなら。もう一回、最も近い敵を狙う。前方、これで。で、何をしないといけないかっつって、ダメージを与えないといけない。ダメージ強化が大事。くそ。貫通系が欲しいな。ダメージ。炎上取るべきだったんだよな。3つ目の武器来た時。
天井取って、廃坑域に振るべきだった。連射速度でノックバックは正解だと思うんだよね、さすがに。ダメージ、そうなったら属性ダメージ取るのもありちゃいなのかな。範囲は大体属性だもんな。よし、移動しているかい、中入り。これは5%、2、5、10%なんで、ダメージにしよう。ゴールドダメージにします。で、これは車内バーストかも。これ以外の選択肢はない、さすがに。これをやりに来てるんだから。来た、白いの久しぶりに見た。でかい。よし、羽で攻撃力アップ。あー、爆発できんかった。 25% ダメージ。あー、起爆して、あいつら。よし、来た、よし、来た。移動の速度、あー、こうなったら火炎属性にしとこう。火炎属性のプロジェクタイルは残ってんの。プロジェクタイルは残ってるけど、キネクティックが消える。よし、よいしょ、うん、痛い。ダメージ、俺ばっか上がっていくな。おっと、それが出た。磁石が出たわ。ゲーテンもって感じなんだよな。回収範囲上げとくか、行くよ。うわ、どっち、これプロジェクタイルは残ってるっつってたっけ。プロジェクタイル残ってるわ。よし、お、どうにか火力出てそうだな。よし、経験値。うわ、さっきと違って全然敵倒せてる。まあ、取っとくか、さすがに。さっきね、回収範囲出すぎたんだよな、確か。よいしょ。よし。あ、でも、はい、全然金を集めに行かないと。連射速度で。ボスも倒さなきゃだけど金も集めなきゃ。金とか出ねえ、全然。これでいいや、取れるか。うー、余裕がない、余裕がない。ないな。ブーブーブー、よいしょ。でもう一回、いいね。余裕ないか、おる余裕ないか。これボス倒しちゃうな。こっちがバーストの方だよな。
よし。下。どっちだ。弾幕は弾幕じゃなかったんで。衝撃グレネードにしとくか。うわ、上の経験値取りて。よいしょ。これでファイヤー乗るのありだね。メインブーポにもファイヤー乗ってるから1個しか取れない。これかな。よし、行こう。羽と花と金6個。よし、敵を倒しながら行こう。火炎ダメージ薄いかもな。花というか、その花取れた。白いやつは取りに行こう、さすがに。ラックをマックスまで上げなくては。よし、草が生えてきて、ルートが変わったわ。左下、回収範囲で。厳しいな。ナイス。取り抜けるしかない。ダメージかな。どんどんこれが強化されていくな。これじゃないんだけどな、俺が目指したいのは。サプライ。移動の速度。移動速度だな、なんもないときは。よし。ボスはまだだよね。よし。レベルアップ時の回復で。レベルアップ時の回復で。ナイトラはね、ダメージ。ナイトラでクリティカル率アップはあんまり、なんか、仕事してない可能性がある気がして。花集めたようなものな。集めてるわ。経験値もらうだけもらいまして、爆発、爆発、絶対経験値多いし。うわ、取れてねえ経験値。ダメージ、ダメージ25はでかい。範囲ダメージは大事。よいしょ。経験値。よいしょ。金は攻撃力だからな、このキャラ。よいしょ。ダメージ 10% ダメージか。よいしょ。草に吸われるんだな、ダメージ貫通はしない、さすがに。よし、爆発。
回収範囲かな。だいぶ回収範囲広がってきてるんだよな。あ、基礎アップグレードもあるから。バグが強くなってきております。まずいね。掘削も欲しいけど、連射速度で。まずいね、非常にまずいよ。よし、経験値も集めつつ、敵も倒しつつ、ボスにキリメージを与えれていない。はあ、取れた。どっちだ。精密ってついてる。そんなのあるんだ。最も HP 多い敵でいいか。ボスダメージ与えんとまずいもんな。貫通弾かなんか知らんけど。爆発。リロード。貫通数きた。これはでかい。だいぶボスの HP 削れるようになってきたけど、敵もやばくなってきたね。このリロード速度で。うん、火力が一気に上がった気がする。これこっち取ろう。よし、倒せる。うわ、出たよ、左下。移動速度。よかった、こっち切れてて。待て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 、よしよし。移動の速度あるならしゃあないか。いや、無理だ。欲を出さない。この一回紫のトリゲン来たかったけど、うわー、かっこよくなった。取れないのか、悔しいな。まあ、リロードドッグのバーストでいきましょう。ダメージも取れない。掘削とクリティカルでいっか。いや、ゴールド貯めないといけないんだよな。ゴールドで無理やり俺ブーストかけてる可能性がある。5ゴールドにつき 1% 合ってる。合ってるっけ。そうだな、5ゴールド 1% だから、さっき100あったから、5ゴールドが50で 10%、 100で 20% 火力増してたのか。もう一回と集めに行かなくては。よいしょ。さすがにこっちあげれそうだから、あげていくか。うん、カイト見っけ。よいしょ。大丈夫大丈夫、利益の方が強い。頑張れ頑張れよ、頑張れ。迎撃、意外とこれ体力もできる。あ、やばい。よし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 。もうちょい寄ってから。あ、無理だ。爆発させとけばよかった、すぐに。やってみよった。こっちに送ってきてもらうか。よいし
やばいな。あ、非常にまずい。非常にまずい。リロードする。いや、さっきの爆発させとけばよかった。よしよしよし、これはダメか。連鎖しろ。きた。ダメージこれでいい。移動速度かっこよくなります。12になるかな。それでもいい。連射速度やばいな、やばいな、やばいな。よいしょ。 OK OK。 いいで。バーストが欲しいけども、これレベル上がりそうなんで、これにしよう。よいしょ。炎上もいける、これですね。よし。移動速度かな。移動速度だな、さすがに。立ち止まると移動速度。え、マジでこれまずい。ボス倒しちゃったらしい。どうやらボス倒しちゃったらしい。私やってしまいました。状態、リロード。ロードやってればいいじゃないか。マジ？いやー、もうちょい粘りたかったけどな。うわー、取りたかった。あと1個あったら取れてた。まあこれでいっか。これで打つか。うわ、でけえな。2も違うぞ。まあ一回連射速度もの強いか。うーわ、うーわ、うーわ、貫通の炎だろ。そうだろ。待って、プロジェクタイル残ってるって言ってたっけ。プロジェクタイルは残ってる。あ、これむしろプロジェクタイルないんだ。爆発なんだ。あ、これグレネードの方じゃん。プロジェクタイルキネクティックね。オッケー。次行きます。Your mission is clear. Get to it.ゴールド欲しいな。見やすくなったね、火で。よいしょ。ゴールド欲しいけども、まあこれも集めとくよっていう。稲穂も集めないといけないよ。集めるな、集めとく。もちろんゴールドは優先。で、キノコが下にありそう。いで、キノコ取った。通れないな、そこは。ちょっと待って、まずい。スペースがないの、まずい。上のキノコ取りっていいけど、まいっか。範囲攻撃になってはいるけども、ちょっと弱いな。うわ、かっこよくなってる暇はないな、それが。え、嘘だろこれ。まずい。2つ。何やろや。倒せたら経験値が落ちそうだけど、倒せなきゃ地獄やねこれ。よいしょ。地獄やねこれ。暗いも苦しい。
ちょっと回復させて。通れるかそこ。よしよし。痛い。サプライどこなん？おお、いいのだった。いいのだったし、ちょうどいい。場所最悪や、サプライの。これ無理だ、サプライ回収無理だ。こんなん火力不足に決まってるやん。え、あ、しまった。エピックダインだぞこれ。無理だよ、無理だよ。もう一回。移動速度でいいか。100あったらこれいけるぞ。いや、移動速度だな。ダメージ、あ、金がなくなっちゃった。さすがにこれじゃないかな。いや多分ね、今のは早く倒しすぎたせいだよな。ね、切ってしまう。いっそのことは走り抜けた方がいいのか。ダメージ届け、届かねえ。よいしょ、いて。キノコ、よいしょ。まあ移動速度上がってもいいでしょう。何がいいんだろうな。でも回収範囲取るけども、よくないな今の回収範囲の感じは。ここじゃないところ、何がある。バースト、でもバーストの貫通が張らんとマジ無理ゲーだね。あれがないと始まらん。あ、よかった、これ左下なくてよかった。移動速度か、静止すると移動速度。無理だよ、女。ダメージ、パス、イエス。連射で、よいしょ。いやマジさっきの貫通数絶対必須、必須スキルだよな。ちょっとダメージで、回収範囲も大事だけどダメージが足りてないわ。連射速度で、ダメージで。しゃあないよこれは。変化も大事だった気がするけど、金集めてねえな。移動速度、資源集めしないとな。
全然ダメだ。とりあえずボス削っとくか。これは削っとかんとどっちにしろいけんかな。よし、電車速度バストの方面。下きっと来たかったね今のは。あーボス来てる、ボス来てる。30は痛い、30は痛い、30は痛い。ゴールド欲しい。ゴールド欲しいてよ。あ無理だ、これゴールドなんて掘ってる場合じゃねえわ。あまずい、まずい、あまずい。取れるか、貫通数、よし来た、貫通数来た。取れるわ、経験値じゃもらっていきます。よいしょよいしょ。13 12 11 10 8 7 6 5。まあ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 、まあ、悪くない。取ります。貫通数、あれさっき取ったのはもう一方の方の貫通数だったんだな。両方貫通できるようになったっぽい、ありがてえ。これと掘削、両方貫通は範囲攻撃どうにかなりそうな気がしてきたぞ。よし、これはありがてえ。ルートボックス、いない。何？キノコ、キノコ集めだな。うん、キノコリロード速度。うわ白がある、白がある。やばいな、どうしよう。キノコがいっぱいあるのありがて。うん、うん、厳しい。この花、花というかこいつ邪魔、虫爆発して、いったい巻き込まれた。まずい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 。連射速度でいっか。移動速度落ちるけど連射速度で、そしたら爆発させとこう。よし、結構取れたでしょう。ボスはまだか。ダメージキノコも取らないといけないけれども、
経験値も欲しい。こう、うん。パイも欲しいんだよな。よいしょ。幸運10。そして食らいまくってる。まずい。うわ、キノコ取れてない。しや。待って、上に経験値がいっぱいある。レベル上がるので白いの取りたいけど、そういうところじゃない。ダメージで、あ、ちょうど経験値も、経験値が回復も落ちてた。ありがて。で、ダメージを持って、さっきの白いのどこだ？リコイル持って、あ、白いの落ちてるわ、もう地面に。で、爆発させて、キノコも取って、あと1キノコ探しに行こう。よいしょ。まずい。よいしょ。まずい。よいしょ。左下に行ったん、一応。一応左下にあるっぽい。最大HP取っときましょう。強力になった。お、磁石が落ちてますね。マジで。お、貫通するしかねえな。磁石取れば回復できる。よし。ついでに移動速度取ってチャラにして、連射速度取ってキノコを取りに行きたい。よし。で、このボスを倒さないとマジでやばいので、まずい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 。よし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 。やばいやばいやばい、いいだけ。やばい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 、これボスに当たってない、この角度。やばいやばい、ボス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 にボス倒してよ、倒してよ、ああ、ボス倒してよ、倒せるだろお前。よしよし。え、どうする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 、どうするどうする。これ取ってみるか、爆発。痛い。よし。9、8、7、6、5、4、3、2。よし。持続時間いる？炎上か。炎上か。いらないよな。まあ、これ絶対。いや、いるか、いるわ。これで、振り直そう。投擲のリロードか。投擲2個あんだよな。いやー、バースト欲しいな。クリティカル率どんなもん？ 14% HP。 ここは HP 持って逃げるか。キノコ、よいしょ。金で攻撃力はない。よいしょ。
あえて攻撃力はなければナイトラでなんとかもない。音がバグ取る。こっちで違う、バグってねえわ。あれだ、なんか弾ばらまいてるわ。グレがあんな感じなんだね。持続して巻き続ける感じなんだね。タララ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 ラ、弾をばらまいてるわ。それ貫通したら強そうだけど。よいしょ、敵の強すぎるぞ。やべ、まずい、まずい。火力が負けている。おお、これ虫。サプライドロップあんな場所まずくね。非常にまずくね、こんな。よいしょ、どうする。右下から帰るしかない。一回爆発させて、こっち行って、こっちで2回上げたらもう一回特殊効果発動しそうだから。いや、もう巻き込まれんかった俺、爆発。やばい、困ったな、どうしよう。サプライ落とすまではできたかもしれない。落とすか、カク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 をするまでできたかもしれない。エリアHP130、 よし、こいつら爆発させよう。とりあえずサプライかっこよくする必要ある。回収あると思う、あると思う。ダメージ、炎延長、つばい、クリティカル率、よしよしよし。これはだいぶ強くなった気がする。まあ連射速度でいいんじゃないの。意外とあの投げてるやつ強い気がするから、ばらまいてる。爆発さら、爆発と連射しないか。キネクティックかな。経験値こっちで、ちょっとマックスにしたら何か変わるんじゃない。いって、バカすぎやつだった。お願い、俺に道を開けて。やばい、やばい、プロジェクタイルで。どうして経験値を俺に、回復のために経験値を俺に。レジェンダリーロード、これは強い。連射速度で、でも敵倒せてるぞ。電車速度で、やばい、いって今の当たんのか。あ、まずいなこれ。いや、幸運なんか取ってる場合じゃない。リロード、貫通、やばいやばいやばい。経験値取らないと。回収範囲かな。ダメージで、こいつ倒したい。この角度にいたい。ふう、入れんかった。
気づければワンチャンあったのに。ダメージ上げたいけど、こいつがもうちょいで発動しと。でもダメージで、はい、攻撃大事。よしよしよし、どうになってる、どうになってる。やったわ。最大 HP で。抜けろ。バグが途切れろ。やばい、途切れない。経験値。ボス倒して、帰りたい。左下だ。いける。タイミングよく。やばい、24しかない、HP は。当たったしの。よし。耐えた。何も拾ってねえ。まあさすがにそれはもう無理だよ。連続だ。ダメージ炎きた。で、何にしましょうかって話を。クリティカルと44だから2発に1回、3発に1回はクリティカル出てる。これかこれの一択。ただこれによって移動速度が下がってるけど、立ち止まれば移動速度チャラにできるから、ダメージでいきましょう。よし。いくつまで来てるこれ。15かまだ。21が遠いぜ。でも火力はだいぶ強いんで。いける。いけるってよ。お、強っ。え、強っ。やばい、めっちゃ強いわ。想像の2倍ぐらい強かった。よいしょよしよしよし、キノコ集めよう。ただ採掘速度かな、厳しいな。集めます、ちゃんと。うわ、これ回るように打ってほしいな。ルート加工とか厳しいな。やべえ。爆発。困ったな。それは経験値欲しいけど、今無理だ。今じゃない、もう一周していくから。よし、まずいな。大丈夫。うわ、振り直すのはさすがにな。 HP にしとこう。うん、さすがにこれ。よし、お願い。下だ、ちょうど下だ。痛い。こっちに行って、やばいって。うわ、開けたけども、開け
けたけども、キノコ、あらあら、開けたけどもっていう、これだ。思ったよりも強かったのに、それでも火力が足りてないの、マジ。よし、 HP 増やします。ちょっと待って待って待って、経験値となんと、うわー、さすがにこっち、移動速度も大事だけど、ダメージ、ダメージあってなんぼ、 HP あってなんぼ、移動、ダメージ、移動速度、痛い、ちょ、まずい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 、これまずい、これ掘りたい、そんな掘ってる場合じゃない、抜けて抜けて、よしよし、抜けて、まずい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 、うわぁ、投擲のリロードかな、ささに、ちょ、敵倒せてる、大丈夫、ただ金とかは一切集まってる、キノコ集めなきゃ、危なっ、右上に来たら、やばい、やばいやばいやばい、どこに行っても敵がいる、どこに行っても敵がいる、まずいまずい、やばい、ボス倒した方がいいな、これ、こっちで、キノコとか言ってる場合じゃねえよ、こんな、キノコ言ってる場合じゃねえ、死んでま、死んでまうて、まず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 、倒した、ボス倒した、倒してない、まだか、まだ後ろについてきてる、うわ、まずまず、ボス倒した、どこどこどこ、左だ、上だ、頼む、耐えて耐えて、俺耐えて、よし、耐えた、キノコ取れんかったけど、よしとしよう、ついにこれが解放できる、電車速度 200%、 マガジン容量 200%、 螺旋状、ロックンストーン、ダメージか連射速度か、ダメージだな、で属性攻撃、レッツゴー、金取っても意味ない、金取っても意味ない、リセットにしかない、じゃあ敵をさっさと倒そう、クリアだけでもしよう、せめて追を燃やしながら攻撃、よいしょ、あった、よいしょ、どこだ、右下に卵あったね、今な、
取れるか。よし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 。どうしよう。これいくつだ、あと3回上げればいい。これいこう。これにない時だけもう一個ね、いこう。よし、そうしようそうしようそうしよう。よし、いいぞ。強いぞ。敵も起こしてガンガン。これも取って。広いスペースのあるとこ行きたい。ここじゃないな、ここじゃない。もうサプライもあるんだ。サプライ行こう。もうサプライでこいつだったら押せばよくね。パーフェクト。イエス。さあどれにする。移動してる間回避力上昇だな。素晴らしい。全部倒したぞ。これ振り直します。羽が足りません。羽取ろう。やっぱり金は大事だった。見直しは、見直し用の資産を、資金を。やばいな、スペースないな、マジで。ここらへんドレッドノートで戦うには最悪の場所だ。ここ、反対側行きてえな。マジ戦いづれ。下が卵やな。OK、ここはどう。いや、ここも狭いな。マップ全体が狭い。まずい。レベル上げなくちゃ。どうやってこういう戦いっつってんだ。ドレッドノート起きてきちゃう。起こそう。それぐらいだったら起こそう。もうこうだろう。起きちゃった。よし、よし。やばいやばいやばい。通り抜けれねえ、あそこ。しゃあない、こっちで。しゃあないじゃない、こっちで正解だ。よいしょ。まずいな。よし、よし。こっちらへん。よし、飛んでった。なるほど、飛んでったは正解だ。それはいい。危ない。まぜまぜまぜ。よしよしよし、飛んでけ。これはもう20じゃない。そうだよな、振り直します。来た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 。オッケーオッケーオッケー。時間稼ぎ。この隙に敵を倒して処理できれば
危ない。ボス倒せるだろ、これも。よし、倒した。どこどこどこ。よし。神神神神神。待って、一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。ゴールド集めるって書いてる。そんなの無理だよ、無理だよ、無理だよ。200しか集めてないもん。これは次だな。とりあえずダイブ完了を終わらせればいいんで、何でもいいです。もう欲は出さずに終わらしたいけども、いや無理だよな、こっから。こっからスキル1個12にするのは無理だわ。でかい。ミッション2つクリアできると思わんかったと同時に。でかい。バーストガン1畳100千万10万。え ?1 畳100千万10万。100万 ?1000 万 ?100 万。うわ、一桁違うバーストガン。やば。バーストガンマックス貫通ファイヤー。やべえな。1300万。いや、あれじゃないとマジ最後さ、処理できてなかったよな。この 50% ダメージもでかいし、このクリティカルもダメージでかいし、すべてが噛み合ったよな、今な。じゃあ、あとは金を集めろと。そして、運も集まってきた。きた。トゥイーン、久しぶりなかったわ。で、ダメージか。運が上がらんと防御も上げれんてよ。よし。というわけで、じゃあ今日これぐらいで終わりにしましょう。無事できたので、あとはゴールド500っていうちょっと地味に大変なクエストだな。地味に大変なクエストやっていかないといけないっすね。ドリラまあこっちだわな。こっちでドリルしまくるけど、ゴールドがもう落ちてないんだよな。だから倒し掘ったらゴールド系で、その場合ってどうなんだ。エンジニアで壁掘らせた方がいいんじゃないか、パレットにってなっちゃうよな。500ゴールド、まあ、ミッションを絶対失敗しないっていうのは絶対条件じゃん。今ので200だったんすよ。ってことはもっと本当にがっつりゴールドを集めに行かんといけないから、無理かもしれない。いけるのか、一曲もっといけるのかな。まあただクリアしなくてもいいんで、ゴールド500を目指せばいいということで、ちょっと気楽にね、今まで触ってない武器あげたりとかもできるかもしれないし。ちょっと待って、クリスタルの4は、あ、スカウト55に達成、ドリラーで60レベル、電撃武器4つ、おお、300ナイトラ、初演グレネード31でクリア、解放。なるほど、いいっすね。楽しくなってきました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。失礼しました。